井上さんと東原さんにお話を伺ってまいりたいと思います。東京オリンピックで監督としてご活躍された井上さんなんですが、どんなパパ、どんなお父さんなんでしょうか。私ですよね、はい、なんか世間 の, あのお友達にも言われるんですけど、あんまり冗談一つ言わないようにこう皆さん思ってるみたいなんですけど、家では私よりすごいずっと喋ってるのは主人で、はい、そうなんです。でこうちょっとというかだいぶ天然なところもあるので、子供たちにこう突っ込まれながら でもやっぱりあの子供とすごい遊ぶのはすごく上手 でお風呂も入れてくれるし、洗濯物も畳んでくれますし、家にいるときはなるべくやってくれるようにしているの であの結婚して何年経ちましたでしょうね、十何年ですか、知ってます、13年、誰か Google ないですかね Google で書いてると思うGoogle で見れば分かると思うんですけど、もう13年ずっといなかったんですけど、年間3分の1ぐらいいればいいかなっていう、家にいればいいかなってぐらいだったんですけど、このコロナで初めてこんなに一緒に過ごして、そう、私も初めてなんですけど子供たちも初めて で本当に家族の絆が、まあ、あの強まって、はい、はい、そんな感じです。あの井上さんにお話を伺いたいと思います。奥様が私よりも喋ってるっていうふうにおっしゃってたんですけど、具体的にはどんなお話をされてらっしゃるんでしょうか、気になります。ね、いきなり僕のイメージを崩すような発言をするのは非常に困るなと今思ったところなんですけど、本当に今あの話してた通り、私も喋りますし冗談も言いますし、はい、あの、まあ、そういう本当普通の人間であるということを皆さんぜひともご理解いただければというふうには思います。はい、あの井上さん、今回のオリンピックに際しましてお子さんからメダルをプレゼントされていらっしゃいますよね。あのその時のお気持ちっていかがでしたか。そうですね、あの帰ってきての第一声が、実はあれパパげっそりしてるねっていう、まあそれだけやっぱり行った日と帰ってきた日がちょっと違ったんでしょうね。まあ、そういうふうに言われて、でその後なんか、じゃあなんかパパメダルもらえなかったんでしょと、だからこれあげるって言って、すごい紙のですねでっかいメダルをくれて、非常にあの嬉しく思ったところではありました。でももう2秒後にはですね、そのメダルはもう投げ捨てられてて、はい、まあ、気持ちはあまり入ってなかったと思うんですが、あの非常にあの嬉しい瞬間ではありました。うん、一緒の宝物になりそうですね。あの4人のお子様がいらっしゃるということで、きっとあの井上家はですね、毎日バタバタされていらっしゃるのかなっていうふうにも思うんですけれども、あのすごくお二方ともお仕事もそれから育児もあのお忙しいと思うんですけれども、夫婦円満の秘訣は何でしょうか。ご主人から聞かせてください。はい、はい、今妻から来ると思ったんでちょっと考えようと思ったんですけど、そうですね、まあなんか別にその仕事の役割をこうお互い決めてるとかそういうのはなくて、まあ、気づいたことを、まあ、率先してやるようには心がけるようにはしてます。まあ、子育てなんかにしても、まあ、できるだけ、やるようにしたりだとか、例えば朝起きた時に洗濯が、ね、畳んでなかったら畳もうとか、あとはなんか何気ないところで気づいたんですけど、ああいうなんですかね、シャンプーとかリンスとかボディシャンプーとかの詰め替え、あんなのも意外とやってみたらめんどくさいだけど、それをやった時の後の妻の表情は意外と感触がいいという、そういうこともこう本当気づかさせてもらったんで、本当にちっちゃなことでも、気づいたことをやるというのことだけはあの心がけてやっておりました。はい、奥様いかがですか。はい、その時はもうあのすごくしつこいぐらいにありがとうと言ってまた次もあるよねっていう後押しを、はい、しています。ありがとうございます。はい、あの奥様がご自身が考えられる夫婦秘訣、あの円満の秘訣は何でしょうか。何でしょうね、コミュニケーションですかね、かな、なんかこう、なんていうんだろうな、
本当に些細なことでも伝える、そのありがとうもそうなんですけど、子供が小さい時はもちろん歩く瞬間も初めて喋った言葉も多分何も見れて なくて、でも実際に生まれてお腹の中からいて生まれてきた子が初めて歩いた瞬間ってすごく感動するじゃないですか。でそれを見れないってかわいそうだなと思って、やっぱりそういうのとかもこう海外にいる時に動画で送ったりとか、今はすごい便利な時代なのでそういうことを共有したりとか、でこの主人も海外にいても必ず時差を計算して子供たちが朝出る前に連絡をしてきてくれるの でそういう本当に細かいコミュニケーションかなっていうのを思っています。